皆さんこんにちは。映画監督の井上雅樹です。この度私が監督したスローキンの見た桜を見に来てくださって本当にありがとうございます。この映画は約100年前の日露戦争時代の、松山市にできた日本で初めてのロシア兵捕虜収容所の日常を描いた作品です。松山市では、その当時ロシア兵捕虜の皆さんとの、交流や看護婦さんとの、ラブストーリーが、美談として今でも残っております。ロシア兵捕虜で亡くなられた兵士の皆さんのお墓を手厚く、きれいに、守っております。その事実をですね、伝えたいと思ってこの映画を作りました。これからさらに日本とロシアとの交流が続いていくといいなと考えております。それではこの映画をお楽しみください。ズラスビジダムギャスパダヤオサムヨワモトイポンスキャクチョルヤスニャルシアフープレネフサクレイローリートリボジクイシピヨンフープレネフサクレイエタオーチンプリクラスナキノナジェシシトフションバンパノラビツァのスパシーバー